一回ね、マジで頭が痛いのが治んなくて、で病院行ったのよ。最近病院行ったの、頭痛すぎて原因がね、なんか水分取らなすぎだった、脱水症状だったわ。鼻で笑われた医者に。飲まなすぎですねって言われた。やばない？まあ、確かに寒いから飲まないよねと思って。え、そんなことあるらしい。なんか脈が102だったの。やばない？そうで、なんか水を飲まなすぎてめっちゃ頑張って心臓が動いてるから頭が痛いんだと思うみたいな言われて、ふうふうってなって。最近ね、可愛いコップ買って水いっぱい飲んでるわ。怖いよ、みんなも飲んでね、ちゃんと水。